普天間飛行場の辺野古への移設計画に関して6日に出演した番組での安倍総理の発言に波紋が広がっています安倍総理は6日 NHK の番組に出演した際普天間飛行場の辺野古への移設計画での土砂投入にあたってあそこのサンゴは移しているとコメントしましたあそことはどこを指すのかは不明ですが 沖縄県の玉城デニー知事はツイッターでそれは誰からのレクチャーでしょうか現実はそうなっておりませんと反論沖縄県水産課によりますと埋め立て予定海域全体ではおよそ7万4000軍隊の産後の移植が必要だがこのうち県が許可して防衛省沖縄防衛局が移植したのは 絶滅危惧種の沖縄浜サンゴ旧軍隊だけで、しかも今回の土砂投入区域にあったサンゴではないといいます。こうした安倍総理の発言に、国民民主党の玉木雄一郎代表は。総理の発言についても、一体いかなる根拠と事実に基づいて発言されているのかについてはです、ねあの、しっかりとわれわれとしても明らかにしていきたいと。